今日もご覧いただきましてありがとうございます。噺家の柳家三之助でございます。少しずつ春めいてまいりましてね、年度も変わってなんか新しいことでも始めたいような気分でございますな。お、綺麗なお花ですね。私ですか？あら、いた花がそうですよお花屋さん。そうです、そうです、お花屋です。あ、いいね、こうなんか綺麗に並んでますな。そうなんですよ、春のお花がたくさん入ってます今、うん、中の方にもお花がたくさんありますので、うん、よかったらお茶飲みながらでもどうですか？お茶も飲めんの？そうですよ。あら、ちょっとじゃあお話聞いちゃおうかしら、ね、今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうぞ。今日の舞台はお茶も飲めるお花屋さん、パドックプラス M。 お店の中には季節のお花から美希さんが選んだちょっと珍しいお花まで揃っています。いやー、見ているだけで癒されますな。なんかね、入ったばっかりのにもうすっかり落ち着いちゃってね、お花屋さんっていろんなお店あると思うんですけど、ここはなんていうのかな、ガレージ風っていうか床見ていただければわかるんですけど、うん、実はここ塗装屋さんが前は入られてたみたいで、あ、ペンキ屋さんだったのね。そうなんですよ。これこうわざわざこうしたんじゃないんだ。わざとじゃないんですよ。で、もうまず床から気に入って、今度天井に気に入って、うん、天井のこの鉄筋に気に入って、うんうん、あとはもう一番は間口の広さ、この入り口の広さがもう一目で気に入ったので契約させていただきましたね。わざわざこういう風にしたんじゃなくて、うん、もうこういうところが気に入ってこうなっちゃったんだよね。っていうところですかね。今はこう自分でこう花を飾ったりね、リースっていうんですか、ああいうのを作るとか、はいはいはい、うん、そういう人もいっぱいいますよ ね。 そうですね。なんかここにそういういい例がいっぱいあるんでうちでは、うん、ワークショップをやってる、うん、ことがあるんですけど。教えてもくれるの？そうです、そうです、うん、それが皆さんのこう日にちを固定してしまうと来たかったのに来れなかったっていう声もいただいたりとかしてたので、うん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 、このお客様のお日にちとうちの日にち都合などを合わせて、うん、じゃあ今日やりましょうかっていうので、うん、もう本当にワンマンでこうやったりとかしますね。ちょっとフラッと来たくなるっていうね。そうですね、うん、そういうお店でもあるんでしょうね。もうまさにそのコンセプト通りです、うんうん、うちの。なんてことを話していたら、ふらっとお客さんが。ご常連だそうですが、お店を知ったきっかけは、こう前ちょくちょく通ってて、うん、目をつけたんです。目をつけちゃうよね、ま、ちょっとこうちらっとそこから見えると、うん、美希さんと、ま、素敵なご主人がいらっしゃったんですね、うん、で気づいて出てきてくれたのが美希さんでした、うん、アロマショップを経営されてるので、アロマとのコラボで、うん、お花とのセットで商品開発したりとかしてます、アロマの仕事されてるんですか？はい、でこちらのお花植物がとてもなんか生きがいいというか、うん、でもたまになんか魔法かけるんで枯れちゃうんですねそうなの？それはでもつけてそういうこともあるんだね、面白いね。魔法かけないと、うん、お花買いに来てくれないんで。あ、それそうだ、一生枯れない花じゃ儲からない、一生枯れないと困るので、うんうん楽しそうだねこのお店は。お店のご近所にある蛇久保神社。美希さんは1年以上前から境内の手水をお花で飾っています。蛇久保神社にちなんで、身の日ごとに新しくされる花手水。今ではこの花手水を目当てに参拝に来る方もいるそうです。このコロナ禍ということで尺が使えなくなった、水が汲めて手が洗えなくなっております。あ、ないですね、大体置いてあるもんね。これその時に何かこうご参拝の方々に和んでいただこうということで、大場さんにご相談をして、うん、お参りの方を和ませていただきたいという
お願いをした次第なんです。まあ、私の中では、うん、額じゃないですけど、うん、絵を描かせていただいているような感じで、最初はお花を入れさせていただいて、あとはもうこの風だったりここの木でこうお花が動いてっていうような感じで、また自由に表現させていただいているのかなと思ってます。うん、12月ぐらいからだんだんキンキンに冷え出して、お水がお湯じゃないからね、お湯じゃないんですよ。なのでお水なので、もうすごく手がもう真っ赤になって、もう想像しただけで手がかじかんでくる。そうなんですよ。もうだから私もこうなんだろう、修行のみぐらいの感じで手入れながら飾らせていただいてます。こんなの見ちゃったらこうしたくなるんですけど、これ大丈夫ですか？はい、大場さんのセンスがとてもよくて、それで神社側の要望も、なんですか、和を崩さずに洋風っぽくなりすぎないでほしいっていう、すごいこうなんですかね、ハードルを高くお願いして非常に悩まれたと思うんですけども、おかげさまで花手水、身の日の前日に書いていただくんですけれども、今では前日もお参り多くなって、あ、もうかか変わった途端に来るんだ。はい、はあ、一番いい状態を見て、はあ、こう写真で SNS でアップしていただいて、大勢の方に広がっていると、美希さんがご主人の文孝さんとお店を始めたのは今からおよそ3年前。かつて西麻布でバーを経営していた文孝さんはパドックプラス M のちょい飲み担当。お店のカウンター越しにお客さんとおしゃべりを楽しんでいたそうです。私が接客している時にお茶、麦茶を出したりとか、ウェルカムドリンクですね、うちは、もうすごく美味しかったっていう話もあったし、あとは子どもの喜ぶようなおもちゃだったりとか、そういうのを作ったりとか、そういう遊び心のある人だったので、もうみんなに愛されて、子どもからも愛されて、ふみくんって言って子どもたちからは呼ばれてました。実は主人が昨年末に頑張ってた病気が、治療してた病気が勝ってしまったので亡くなってしまって、去年の12月の末でしたね。で、まあ、そこでもお客様にお伝えする時はもうびっくりするぐらい、私より泣いてくださったりとか、もうそういうような感じで。じゃあこのお店はまた一つ別のこう階段を上っていくっていうことなのかな。そうですね、やっぱり、まあ、一人っていうのではなく、町の皆さんが、お店にも来てくださったりとか、何時間かだけ配達に行ってくるって言ったら、私花屋さんしたことないから、やらせてって言って、1時間本当に素人ですけどやってくれたりとかお店に来てくれて、なので安心して配達に行ってまた戻ってきて、変わってみたいな感じで、本当に町の皆さんに本当助けていただいてる、パドックプラス M です。パドックプラス M という名前は、文孝さんのバーパドックに美希さんのイニシャル M をプラスしたもの。二人のコラボレーションはこれからも続きます。いかがでしたでしょうか。今日は町のお花屋さんをこういう時期にご紹介できて、なんか嬉しかったですね。皆さんもそれぞれご贔屓のお花屋さんがあるかもしれませんけど、ぜひこちらのお店訪ねてみられてはいかがでしょうか。ここにねお花を支度してもらったんですよ。これスイートピーだそうです。私あんまり花の名前知らなくてね、このスイートピーの花言葉は感謝というんだそうです。先ほど、美希さんがですねお客さんにたくさん感謝の言葉を述べていらっしゃったんで、ちょうどよかったななんて私ちょっと嬉しくなっております。さて次回のとっておきの品川、どうぞお楽しみに。